準々決勝の前の東京ドームの練習日取材行ってたんですけど、うんうん、その日センターのバックスクリーン側からピッチャーの練習を主に見てたんですけど、うん、もうキャンプからそのダルビッシュ投手があのプライオボール使って、多分大谷投手とかもやってるあの重さの違うボール、うんうん、みんなそれ使ってもう練習するようになってて、うん、その浸透もすごかったですし、一番見ててあすごいなと思ったのが伊藤大海投手が本当にいい意味で誰とも一度も談笑せずに振る舞う、それもすごいわかる、一人で淡々とずっと集中してて、みんなはこういい意味でリラックスしてちょっと移動中喋ったりとかで、キャッチボールも本気で投げるために選手じゃなくてブルペンキャッチャーと一緒にやってみたいな、あの集中力というか、なんか仕事人っていう感じがやっぱすごいなって思った。おっしゃる通り、伊藤大海君と今永ですよ、うん、この二人はね、つるまないでね、意外とね輪に入らずずっとやってた、まあ、これはね